ロンドンルートン空港は、イギリスのベッドフォードシャー州ルートンにある空港である。ロンドンの北方50キロに位置する。かつては、ロンドン郊外の小規模空港だったが、現在では、数多くの格安航空会社が就航している。同国の格安航空会社最大手 e a s y j e の本拠地、タラップによる乗り降り、この空港では搭乗橋を設置していない。 西ヨーロッパ東ヨーロッパ中央、ヨーロッパ南ヨーロッパ北ヨーロッパ北、アフリカ西アジアルートンエアポートパークウェイ駅に停車中のファーストキャピタルコネクト列車あたり空港へのアクセスとして、ミッドランド本線のルートンエアポートパークウェイ駅が1999年に開業した。同駅はルートン空港まで約1マイルの距離にあり、シャトルバスが運行されている。 同駅までの鉄道の切符には、シャトルバスの運賃が含まれているが、切符がない場合には、ベッド料金を支払う必要がある。ルートンエアポートパークウェイ駅には、テムズリンクとイーストミッドランズレールウェイの2事業者の列車が停車する。前者は、テムズリンクネットワークの列車を運行しており、北はベッドフォード、南はセントールバンズ、ロンドン、ウィンブルドン、サットン、 バトウィック空港を及びブライトンなどに直通している。校舎はミッドランド本線の長距離列車を運行しており、ロンドン線とパンクラス駅とは最短約22分程度で結ばれている。駅からのアクセスを改善するため、各形態の鉄道連絡線とシャトルバスの置き換え計画がいくつかの方法で提案され、2007年に分離式起動化輸送機関システムとともにシャトルバスの 置き換え計画が発表された。ロンドン中心部から東空港までの移動時間を20分短縮し、利用者数を大幅に増加させることを目的として、2015年にミッドランド本線から東空港までの新たな直通鉄道連絡線を建設する意欲的な計画が発表された。東空港所有者であるラルによる2016年の計画では、 2億ポンドの経費でルートンエアポート、パークウェイ駅から東空港までを延長1.4マイルのライトレール連絡線とするルートンダートを建設することが発表された。計画申請は2016年秋に提出され、2017年6月に受理された。この連絡線は2020年末までに旅客サービスに入る予定である。 2016年に東空港事業者は、ルートンエアポートパークウェイ駅までの便利な、鉄道連絡船向けのキャンペーンに対して、CBI、EGZ、中小企業連合、ベットフォードシャー商工会議所及び、ハートフォードシャー商工会議所の支援を受けた。彼らは、ロンドン中心部から毎時4本の高速列車を導入することを、 新しいイーストミッドランドフランチャイズの所有者の要件とするよう政府に要請している。ありがとうございます。